中日新聞の田島と申します。はい、お願いいたします。本日まず来られた目的といいますか、からお願いできますか。はい、まあ、震災が発生してから、約まあ3ヶ月足らずという状態になってきましたので、まあ、少し落ち着いてきた感もありますので、まあ、北陸の新潟、富山、石川、福井と、あと、まあ、うちのメンバーで関係する自治体、そういうところに我々が行っている身を切る改革、それを、まあ、お見舞い金として、まあ、お届けをさせていただいていると、まあ、石川県にも今日現金という形で、身を切る改革をお届けさせていただいたということですね。まあ、知事とご歓談もされたと思います、意見交換されたと思いますが、具体的にどういったお話が、うん、知事からは国会の方で、やはりこの話題性も少し低くなってきているんで、衆参の災害特、災害対策特別委員会を開いて、まあ、北陸の知事さんや首長さん、そして、まあ、なりわい関係ですね、漁業関係者、農業関係者、また漆などの地場産業関係者、まあ、そういう方を参考人として呼んでいただいて、そこで、まあ、現状の報告と、まあ、今後起こりうるであろういろんな災害に対する、まあ、質問を想定した質問をお受けしたいという、まあ、お話がありましたので、それは早速もう帰ってですね、災害対策特別委員会を開くように働きかけていきたいというふうに思います。知事ご自身も参加したいと、承認で呼んでいただければということ。そうですね、はい、代表も被災地ご覧に何か所かなられたんでしょうか。1月の最初は1月の21日でしたですか、石川県にずっと回らせていただきました。まあ、その時はまだ発災直後でしたから、あまりこう行政関係のお邪魔にならないように自前でですねずっと回らせていただいたんですけれども、今日また朝から中野都庁へ行かせていただいて、この後、まあ、内灘町、まあ、現場の方を見るということで、お邪魔させていただきたいと思います。まあ、被災から間もなく3ヶ月ということで、当初1月入られた時と違いといいますか、何か感じられることでございますか。そういう意味では残念ながらあまり変化はまだないですね。中野都庁なんかも1月に拝見した時と、まあ、ほとんど状況変わっていないということで、やはり瓦礫の撤去、解体、そういうのはもう全然、まあ、今業者の手がないということで、まあ、緊急性のあるところ以外はまあ、ほとんど手つかずという状況ですね。まあ、今後その、まあ、感じられたことをですね、まあ、国会等々でその維新としてどういうふうに働きかけたいというようなお考えでございますでしょうか。まあ、最大のこれからの課題はやはりライフラインの強化ということですね。今国土強靭化加速期間とか言ってますけれども、あまりいらないものを作る必要はないと思いますが、やっぱりこの上下水道等のライフラインというのは復旧をする際に災害対策をきちんとやると強化をするということが、まあ、肝心要だと思います。土の中の話ですから、一度やってしまえばそう簡単に掘り返してまた強化するというようなこともできませんから、ライフラインをこれから復旧していく中で、そういったことを想定しながら、まあ、やっていくということが大事だと思いますね。まあ、当然復興のまちづくりといいますか、特に今回半島での地震ということで、まあ、南海トラフであったり、まあ、首都直下も含めてですけど、まあ、今後その国土全体を考えたときにはいかがでしょうか。うん、まあ、これからやはり高齢化進んで、国民レベルでいうとやっぱり高齢者の単身、世帯というのが増えてくると思うんですね。まあ、そういう世帯になると、まあ、子どもさんが、まあ、遠くにいらっしゃるという世帯であれば、特にですね、その家が、まあ、壊れたから解体して建て直そうと、そういう簡単なものではないと思うんですね。ですからこれからやっぱり街づくりというのを、
もう少し何年か前にコンパクトシティという考え方があって、できるだけその地域地域の拠点を作っていこうという発想はありましたけれども、まあ、今こそそういうことを推進していく時がやってきていると思いますし、まあ、繰り返しになりますけど、国土強靭化はそういった災害を想定した必要なやっぱり国土強靭化をやっていくということですね。代表は以上ですが、他あればお願いします。朝新聞の朝倉と申します。今内灘町これから行かれるとおっしゃいましたけれども、まあ、内灘町町議会さんはその大阪関西万博延期なり中止なりの見直しの意見書を可決されてますけども、まあ、液状化ですごく大変で、昨日も説明会に大変住民の方は心配されてましたけども、そういったことについてはどういうふうに感じてらっしゃいますでしょうか。まあ、これも何度も申し上げてきましたけれども、やっぱり災害を復旧していく、まあ、災害発災当時はですね、この人の命を守るというところから始まっていると思うんですね。で、今は住民の皆さん方の暮らしを再建させていく、なりわいをもう一度立ち上げていくというところに今ステージ移ってると思うんですね。ですからだんだんまあステージは移っていくんで、まあ、内灘町も液状化で、もともと砂地の地域ですから、液状化は他の地域の液状化とは少し違う、まあ、大きな課題もあると思いますんで、それはそれできちっと復旧をやっていくということは我々も微力ですけれども協力はさせていただきたいと思いますが、まあ、その復旧があるから万博をやめるとかですね、そういうことにはならないというふうに思うんですね。逆に来年万博をやることによって、まあ被災されたこの北陸の皆さん方がまた大阪にも来ていただいて万博を見ていただいて、まあ、明るい気持ちになって夢や希望を持っていただくと、そういうことにつなげていくために、私は両方非常に大切なことですから、両方推進していくべきだというふうに思います。ありがとうございます。すいません、 NHK の片山と申します。万博に関連してお伺いしたいんですけれども、石川県で今回の予算に万博に関連する予算も入っています。でこれがまあちょっと長谷知事が維新の顧問だからじゃないかとか、そういうような話もちょっとネットとかではあると思うんですけれども、これについて今日長谷さんと何か話されましたか。万博のことで、はい、とかこの県の予算のこととかですね。万博とかその万博に関する県の予算の話は今日は一切出てません。ありがとうございます。むしろ誇りを持って、日本維新の会の顧問ということを SNS 等で今後も発信してほしいと。で、来週の日曜日24日が維新の会の党大会をやるんですけれども、まあ、それに出席をしたいというご意向も示されていましたが、それは私の方からご丁重に今はそういう時期じゃないんでありがとうございますということで、お断りもしておきました。フリーの記者の横田ですけども、今の万博関連にの質問なんですが、高市大臣は震災復興で、資材不足が起きていると、大阪万博受注しているゼネコンで能登震災も受注してるんだけど、電線などの資材不足が起きているということをおっしゃってたんですが、そういう事態は発生してないというご認識なんですか。現地でそれはこの間万博協会からも説明を受けましたが、経産省の調査によるとそういった資材が不足しているという状況にはないということを、まあ、経産省が公式な見解としておっしゃっているということですから、私はそれは高市大臣の、まあ、試験であるのではないかなというふうに思います。高市大臣は実際にゼネコンから聞き取り調査してるんですが、経産省も万博協会も開催ありきのですね、推進の立場なんで、不都合な情報は発信しない可能性があるんですが、維新独自としてはわざわざ現地に来たわけですから、そういう調査はされないんでしょうか。このあと宇治奈町なんかにも行きますから、その建設資材で何が足りないのかというようなことはヒアリングしたいと思いますけれども、
まあ、あの電線が足りないというのはどの地域の方がおっしゃってるのかよく分かりませんし、まあ、あの高市さんもですね、ゼネコンが言ってると言いますけれども、まあ、あのこちらのゼネコンのこちらでの仕事は北陸での仕事はまだまだ土木関係の仕事ですから、あの今万博の現場でやっている工事とはちょっとその工事 の, あの種類が違うと思うんですね。ですから高市さん、何社のゼネコンのどの部門のどういう人にその話を聞いたのか、それまあ明らかにしていただければ、私たちもゼネコン側にもヒアリングをする、そういうことはあの考えたいと思います。じゃあ大阪万博を受注して、かつ震災復興も受注している能登半島万博団に分けて対応しているゼネコンの話を高市さんは聞いたと。そこがそのゼネコンが電線配電盤不足が起きているというふうに言ってるんですが、それに反するなんか情報を独自で得たりしてるんですか。経産省の万博協会の受け売りなんだじゃないですか。それはあのきちっと行政側が調査したことをヒアリングするというのは当たり前の話ですから、まあ、その高橋さんに逆にどのゼネコンのどの部署のどなたなのか、あの聞いてみたいと思いますね。あ、そうですか。和倉、はい、温泉でもあの温泉の復旧にあの配管が足りないということを現地で聞いたんですけども、もう明らかなんじゃないですか。土木工事だけじゃなくて、まさに万博で今からやろうとしている上下水道のとか電気関係の工事と震災復興はまさに重なり合うと。配管工事というのはビニール管ですから全然違いますよ。温泉の、いや、温泉のさ、あの管の話なんですけど、ビニール管ですからね、あれビニ管でしょ、温泉の排水管いうのは。だから全然違いますよ、そう種類が今おっしゃってるのは、ね、あと水道の管もまだまだあの復旧してないと。だから万博はもう土木工事はほぼ終了してるんで、9割方ね、ですから今上の建築工事やってるわけでしょ、パビリオンのね。じゃあ建築でも電線関係とか上下水道を今からやるわけじゃないですか。いやいや、建築工事やから、あの水道とかは土木工事なんで、全然種類が違います。土木工事万博関連でもこれから進むんじゃないですか。結構もうほとんど万博の現場終わってますから、だから上物建てれるんですね。工事で何か物を建てるときにはまず土木工事をやって、地中のいろんなインフラ関係を整備して、それが終わってから上に建築物を建てると。建築物建ったら土の中触れませんからね。だから工事の種類が違うんで、そのこう何でもかんでも全部一緒にするっていうのはあの全然違うと思いますよ。いや、首取り万博と言われているその配管は地上の上を通すが配管と言われているんで、これから工事するわけじゃないですか。まさに重なり合ってる部分があるんじゃないですか。いやいや、それ日本のね、その工事が、その北陸と大阪万博でもう手一杯資材足りないというような、そんなあの能力のない国じゃないですから。横田さんも東京にいてはるから分かると思うけど、東京なんかあちらもこちらももう公共工事やる、民間の工事やってる、どんどんいろんな工事やってるわけやからね。そういう民間や公共工事も全部止めろという理屈に拡大してくるとなるんで、それはどん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 こう製造とかもしながら、資材もね、それでこう工事計画通りにこう進めていくと。それ現場で全部ちゃんと調整してるわけですから、横田さんが全て調整してるんやったらなるほど。いや、関西エリアだと結構ダブるんじゃないですか。いや、そんなことないですよ。あ、そうですか、はい、以上でよろしいですか。あ、いいですか。報告新聞の朝に行っています。そしたら、おとといなんですけど、まあ、北陸新幹線が、まあ、敦賀まで延伸されましたと。まあ、今日ちょっとどちらから来られたかあれなんですけど、まあ、今後その使われる予定とか、あとその、まあ、大阪延伸っていう話に出てますけど、まあ、前原の方がいいんじゃないかとかいろいろありますけど、まあ、今後どういうふうにしてあの大阪と方からとしてはどういうふうにして引っ張っていきたいとか。あの、まず土曜日大阪から来ました。あの富山に入ったんですけれども、まあ、これまであのサンダーバードでね、一本で来れたんですけど、敦賀でまあ乗り換えるとあの全体的な時間は短縮されてるんですけど、だから乗り換えるというのがこう人間あの不便さを感じますね。で、まあ、あの金沢に延伸した頃から、あ、この人の流れがやっぱり東京関東方面に変わってきているという話をよく聞きます。
ですから北陸と関西というのは昔からご縁の深い歴史的な、時間も長いそういう地域ですから、私個人的には何かこう手塩にかけた子供をなんか関東にこう嫁がせたみたいなね、そういう一抹の寂しさもあるんで、ただこの北陸がこの北陸新幹線の延伸によって、もともと観光産業力入れておられたわけですから、観光産業が盛り上がっていくということは非常に歓迎すべきことだと思います。であとこの北陸新幹線の延伸については今ルートも完全に確定したわけではありません。いろんな技術者の方に聞いたり、全体的な工事の進捗等を考えた場合に米原ルートがいいのではないかという声がまたかなり盛り上がってきてるんですね。ですからきちっとやはりその工事の技術的なこととか、その工期ですねがどれぐらいでいけるのかとかですね、費用対効果はどうなのかとか、そういうことをもう一度こう再検討する時が来てるんじゃないかなと。この間からいろいろ専門家の皆さん方にもご意見聞いてますんで、党としてもこれ議論した上でルート等についてはもう一度こう議論していくということは行いたいというふうに思います。とにかく大阪としても早く、先ほども申し上げたようにこう東京に嫁いでしまったというような感じがしますから、もう一度きちっと北陸新幹線を大阪に延伸して、歴史的なこのつながりのある北陸との交流というものをさらに盛り上がるようにですね、一日も早く延伸させるということが大阪にとっては最大の目標ですから、そういう観点でも議論したいなというふうに思います。今の発言なんですけど、それは京都を経由しての大阪か、例えば北海道乗り入れの大阪というのはどっちかという、だから小浜ルートでこう南進して京都に入って大阪という、今それがなんか一番こう可能性があるとか言われてますけど、米原ルートですね、俗に言う米原ルートでこう降りてくると、その時に京都をどうするかという問題は解決しなければならないと思いますので、今おっしゃってるようにもうその京都をスルーして大阪に入るという可能性もなきにしもあらずだというふうに。とにかく我々としてはスピードを重視したいというふうに思います。なかなかその政府与党合意で今オバマ京都ルートというのが、一応決定はしているわけですけれども、それをひっくり返すのになかなかエネルギーがいるんじゃないかという声もありますけど、その辺は、多くの皆さん方がこのルートを、仮決定されてますけど、なんかこう皆さんこう疑問を感じておられるんじゃないかなと、どなたに話を聞いてもですね、それはええあれやと、なかなかそういう声出てこないんでね、若干のまだ残された時間はあるのではないかなと思います。今の関連でかつて、橋本徹さんは関西広域連合のトップの一員としてですね、米原ルートを主張していたと。そちらの方が、まさに工期も早いし大阪延伸にも、早くつながるし実現できるし、しかも工事費が安いんで震災復興の足かせにもならないということで、維新としてはかつての橋本徹さんが言ってた案にまた、注目して、抜本的に見直すという立場でよろしいでしょうか。まず党内で一度、議論はしてみたいと思います。当時橋本さんも大阪府知事だったと思いますから、大阪府知事として大阪に延伸させるためには、一日も早い延伸をさせるためにはどうすべきかという、橋本さんらしい理論的な観点でそうおっしゃってたと思いますので、我々ももう一度そういうことを検討してみたいというふうに思います。はい、それではよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。山本さん期待してますよ、マイブラルート。神田さんも同じ考えですよ、ね、おのずと腰砕けてくるんちゃうかなと思うけどね、腰砕けてくるんちゃうかな。いや京都市長選でも有力3候補みんな
オバマルート否定してましたから、松井浩二さんもオバマルートは白紙だという立場って言ってましたんで。馬場さん、内灘町には液状化の現場も視察するんですか。もう1月の21日かな、お邪魔したときに見せていただいてます。あ、そうですか。今日は役場だけですか。じゃあ今日は役場だけ、まあ、現地もちょっと見ますけど。あ、そうですか。どうもすみません、大変お忙しいところありがとうございます。災害を中心に、はい、災害に遭われた地域を中心に、まあ、お届けしていこうと。はい、これも何年、7、8年になるんですか。そうですか。トータルも3億ぐらい超えてるんです。そうですね。はい。で、まあ割とね、地味でそんなんどなたも知らん話やけど、はい、それはまあね、なんかこう議員としての、まあ、書いてる心意気でやろうやということ。いやいや、あのいつも身を切る改革を先頭に立ってやられて、やっぱその成果を、あのやっぱ果実をやっぱりそういうところへ出していただくと非常にありがたいし、まあ知事もおっしゃってたと思うんですが、あの被災者の皆さんに成り代わり心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。あのお礼言うていただくほどそんな大差じゃないんです。いやそんなことないがで、すいません、どうぞお座りください。どうぞお帰りください。そしたらこういった映像を今回写真集に出されて、大変あのうまく作ってあるなと思うんですよ、この土砂崩れの関係とか。で、まあ、この辺なんかもずっとここまで海岸線で水が来てたんですけど、丘が上がってしまって隆起して波打ち際がずっと行ってしまったとかね、本来ここが海の中にあったんですけど、で、まあ、これ私読んだ限りうまく作ってあって、状況はこれ見るとなんかこの一連のここ 1,2 ヶ月あまりの状況は一目瞭然で分かるもんで、ぜひ今日はあのこれを私からなんかこの義援金をいただいた一つの印に一つこれ報告し、はい、あ作られて、あ販売してるの、販売、石川維新の会でもここでいただきました。あはいはい、個人的に買いました。あ個人的に、すいません。石川維新の会でも買います。はい、ぜひあの今日はこれ少しまあいろいろ迷っておいでて、でまあ、その後どうしたらいいのか、ぜひあの大阪の方からも一つ何かいい知恵があったら、うん、さっきもね記者さんからも質問いただいたんやけど、大阪としてはやっぱりそのスピードを一番重視してるわけですよ。はい、でまあもちろん費用対効果とか、はいね、その工事のやりやすさとか、はい、そういうことも加味して、やっぱ大阪として、まあ、こうもう一回ねちょっと検討する必要が出てきてるんちゃうかと。はい、ないとね、その今新大阪にこう結成させようとしてるんですね、はい、リニアも新大阪、はい、ほなそのこうきちっとルートが決まってこんと、はい、駅も今全然触れない、はいはい、駅舎なんかもね、はい、どういう配置になるか分からへんから、はい、そう全然触られへん状態なんですよね、はい、だからやっぱりまずルートはねきちっと決めて、そのいろんな事前に準備していくこともあるわけやからね、はい、これ東京からあの北回りでこっちの敦賀まで来たんですけど、こっから先っていうのは逆に言うたら大阪がやっぱりリーダーシップを取って、まあ、仮にあの米原回りであろうと、あの京都であろうと、あのその辺をやっぱ大阪もやっぱりどうするっていうことを考えて、万が一大きな災害があったらこの新幹線を使って、まあ、東京でも大阪でも、まあ、名古屋でもそうですけど、やっぱり北陸の方へ避難をするみたいな。ですよね。ね、安全保障中部分でもね、はい、
みんなで京都をこうやっぱりしていかんのに手伝ってもらえるんやったら多少温度は取れると思うんですけど、はい、まあ、ある程度やっぱり京都内のルートも含めてはやっぱり京都さんがね、はい、やっぱり積極的に関わって決めてもらって、はい、でこれで福井から来たルートを大阪につなげていきましょういうのをね、はい、この人が考えてくれればいいんですけど、はい、京都は京都でね、賛成の方々もこっちがいや反対の人らはアセスやなんやとかっていうでまたいろんな議論がある中でなかなかね、我々はもう大阪なんで来てくれるルートを早く決めてくださいっていうのが。まあ、当初ね、そういう、そういう流れやったわけ、ね、立ち位置なんですけど、まあこの今となればね、はい、まあ、なんかこう何年かかるんやろいうような感じになってきましたから、そう、まあ、その間にどんどんねこうさっきもそれも言ってたんですけど、北陸と関西が非常にね、はいはい、歴史的にもご縁の深い、はい、まあ、大阪にも北陸の方いっぱいいらっしゃるからね、特に奥能登の人らもやっぱり特に、まあ、京都含めて大阪、ね、あっちの方に若い時にやっぱりね板前の修行に行ったりとか、うんうん、いろいろお風呂屋さんで来たとかね、はい、働き口を探して向こう行って移住してたくさんおいでるんですよね。やっぱりこう今の状態ではどん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 その北陸から関東圏に人が行っちゃうような流れになっちゃうんで、そうです、そうです、だんだんそれがねもうこうかなり深まってくると思うんでね、はい、まあ、なんか手塩にかけた子供を関東に取られたみたいな、そうそうそう、我々関西人からそれは、はい、そうですか、はい、多分金沢がその JR 西日本っていう感覚ないんちゃいますかね、はい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 、はい、その関東の人っていうのはね、はい、でもしひょっとしたら金沢の方もそういう意識がなくて、はい、だから本来のもともとの先ほど馬場が言うように我々大阪と京都の関西とこの北陸っていうのはあくまでも関西どっちかというとね大きい経済圏でいうと関西の経済圏やったんで、はい、だからなるべくここのコネクトをねもう一日でも早くやりたいんですけど、そこがまあなかなかルートを決めて、なんか技術的にも難しいとか最近になってね、はいはい、そういう話があちこちから出だしてきてね、はい、だからもう本当に終わった後ですけど、この石川もそうですし、まあ、クークイもこれでほとんど終わりですけど、それと終わったところも含めてちょっと興味持ってもらって早くやりや早くやりやとこうずっとね声かけてもらうようなやっぱシステムをずっと続けていかなきゃと。京都で熱心に旗振ってはる国会議員さんいてるんでね、やっぱりこの建設促進協議会みたいな劇大会みたいな東京でね1年に2回ぐらいやってはるけど、はい、僕も行きますけどなんかこう冷めた感じ、はい、なんかみんながこう冷めた感じ、はい、一人だけがなんかやるぞみたいな、はい、いやいやいやこんな雰囲気でいけるんかなっていうね。おそらく JR 西がずっと言ったら大阪へそのまま西から西へ連結させるっていう、まあ、そういう企業のイメージでそういうことになってんのと思うんですよ。あれ東へ前原入って東へぶつけるっていうのはなかなか企業間同士のコンセンサスがねなかなか取りにくいっていうことで、おそらく簡単なこと言うと西から西で大阪っていう話やったんじゃないかなと思うんです。で、まあ、それはそれで置いといて、やっぱり先ほどおっしゃるように短くやっぱり完成させるっていうことを前提にせんだわね。石川県のこのね料理屋さんの料理とか味付け、これはね関西とやっぱ関東のちょうど中間で、石川県の料理は、ね、本当にうまくね入れてね、でもベースのやっぱりおでんなんかでもそうですし、いろんなね食べ物はやっぱり関西のやっぱり味付けを出汁文化ね、はい、出汁文化、うん、だここを関西とやっぱり途切れたみたいなことにするんじゃなしに、やっぱり我々は関西にしっかりとルートを作っていかないとダメなんだろうというふうに思うんです。まあそんなこともちょっとこういろいろ考えながらまたよろしくお願いします。はい、はい、すいません、今日はどうしましたか。ありがとうございます。いやいや、もう昼時都市部に近いね品田町もえらいことになってますからとは電話入れといて。代表の同級生の方が、まあ、堺市、
水道協会だから、はい、その組合の方々とその会社をされている方々も義援金をどうしたらいいねというところでご紹介いただいて、つないでいただいていただいておりまして、大変ありがたい話です。多少ですいません。ありがたい話でした。あ、じゃあ、お願いします。水、断水に今日数なくてつなげたんですよ、うん、それは新しかったから17号は そうです、うん、でここは住宅も一切被災してないです、はい、まあ、発災当時やはりその牛に水やらんなっていうことで消火栓を開けてでそこに酪農家の人たちがタンク持って水を1日50トンでしたっけ、それぐらいの量を、うん、こっちら50トンですから何往復もかけてやって何回も何回も大丈夫やったで、はい、水を供給してたっていう、